少し休みしておくと、はい、どうぞどうぞ飲んでください。あの一応ね、このね、こんなね、あの、はい、いいですね、仕事とかあるけど、仕事あるし、私も仕事、はい、大丈夫です。いや飲んでもしか飲んできます。いやいや、それはよろしく、ありがとうございます。あのね、こうね、ちょっと流して、なんかちょっと試験的、多分この動画が今流れていたら、あ、なんかいろいろあったんだなっていうふうに理解してもらえばいいんだけども、試験的にね、ちょっとアップロードして見てみたんだけど、はい、一瞬プチバズがあった以降、一切流れないのね。あ、そうです。そう、だから、いや、あの、それでも、戦略はいろいろあるから、はい、あれやこれや考えて、作戦を考えてね、あの、やればいいし、長期的にやればいいと思ったんだけど、はい、無理だよね。そうですね。で、そうなのさ。で、当初はさ、普通に私のところにプレイリスト作って入れたらいいよっていう風な、はい、まっとうなアリスさんからのサジェスチョンがあったにもかかわらず、いや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 、やれるって、俺らが頑張れやれるってとかっていう風に思っちゃって、はい、で、途中でさ、やっぱりその具合悪い時とか、そうですね、し、その、1ヶ月に1回も、そうそうそう、とか、もう、具合悪い時期もあるし、それだけじゃなくて、その人にもよりきりでしょ。で、その計算できる具合の悪さだったらあれだけども、研究をやりながらってなるとね、あの、気を使う。私も結構大変だから、そうですね。その、もう何もやることない、私これでやるんですとか、私サイエンスコミュニケーターになりたいんですとか、なんかもう明らかにこういうことをやりたいとか、私も、いやもうこれ YouTube でやっていくからとか、撮影してスタッフとして頑張ろうよとか、そんな、そうではないよね。そう、良くも悪くも我々は貴族なんだ。そうでしょ、はいはいはい、これでご飯食べていく必要はないね、はい、そうで本業がある、はいはいはい、ただしあのご自身がサイエンスをやってるとか、このイーランに来たとか、マリンステーションにいるとか、どれぐらい日本語が話せるとかっていうのは、まあ、世の中に知ってもらういい機会だよねっていうのも、まあ、多少はあるでしょ。で、私も、あ、日本語がこれだけ話せる人がいるんだったら、もう前からなんかこれ日本語で説明してくれる人がいたらいいなとか、自分の中でも謎だったなみたいな、いろんなことがあって、ちょうどいい、これ聞こう。で、まあ、となってるんで。でも、時々謎すぎて、台湾人も、わからない。わからない。そう。場合もありますよね。我々が、その、すっごくわかりやすいグルメ、台湾美味しいものチャンネルとかをやるのかっていうと、そうでもないから、ね、マニアックすぎると。もう、どまって、もう、すごいニッチでマニアックなところをどんどん突っ走っていくようなね、ことを延々とやるんだったら、ともかく、いや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 、あの、ちゃんと、あの学位取るまで頑張ってください、はい、あのそれはね、指導教官の方にね怒られる。指導教官の専門家さん知ってるの、こういうことやってるって、ね、分かってない、分かってない、分かってない。じゃあでもいきなり私のチャンネルで流して、あれってなって問題はない、ね、だ大丈夫だ、大丈夫だよね。それはまあステートを自由にして、最低限研究をやってればいい、大丈夫だと。で、しかもまあ土曜日の収録してる時間1時間だもんね。そうですね。そうなの。そうなの。そうそうそう。普通に休憩時間の。休憩時間に、あ、なんかちょっとフラッとやってみようか。で、編集するときに私もなんか適当に実験やってる合間とか夜とかに AI 使って日本語でガーって翻訳させたりとか、カチカチカチって切るぐらいだから。で、こういうのはね、比較的簡単なのよ。あの、真面目に、金魚の進化生学の英語版の、 あの動画とか作ってて、すごい喜んでくれるやつを作ったんだけど、はい、もう大変なの、ああいうの。疲れるんですよね。もう疲れる疲れる。事前に調べて、教科書書いたからそれに基づいて写真準備して、金魚が発生してくる様子を撮っておいて、英語で解説加えて、で、そこにいろんなのを書くってやると、これね、みんなね、よかった、TIGP の。あれの教材でも使わさせてもらってるよって言ってるけど、はいはい、20分弱の内容ね、すごくよく見られてるんだけど、いや、すごくよく見られてる。あの、言ってもうちの、それは嬉しいです。もううちのチャンネルですごくよく、だから300何十回だけどね、そんな何万回もそんな見ないよ。マニアックすぎるからね。進化発生学の研究の動画だから、すごく狭い内容だけど、でも、あ、これぐらい 見られるんだ。で、まあ、そういう内容を作ろうとすると、もうすんごい大変なのよ。ところが外のレストランに行って
料理食べてる動画を撮るとそれも楽ですよね。本当に見られて全然楽ですよね。こっちの方が楽だ。見てくれる人の数変わらないしとでこういうのはまあ楽なのね、はい、とはいえ、はい、これずっとやってんじゃダメでしょ。ダメですよね。ダメ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 。で次のゲストも次のゲストもって考えてるけど、まああくまでもでよくよく考えてみれば、まあここに来てもらって話してもらったり、研究についてもちょっと話してもらったり、地元についても話してもらったりしてるから、まあここのチャンネルでまあやればいいかなって感じです。はい。でまあちょっと今の動画、あと日本に行って帰ってぼーっとしてる間にちょっと見て、何回かプチバズってればそのままなんかチャンネルを維持しようと思うけど、あんまなければ、うん、まあもうこれはこれで、うん、アリスさんの元のアイデアをそれに尊重して、まあ、普通に戻すことにというか、当初の予定通りうちのチャンネルでアリスすることに しましょう。プレイリストを作らさせていただきます。はい、いい、どうぞ。いいね、立場が、私は一応ここの PI なんですけども、そうですね、立場は僕がよの方が弱いというか、稀な人材ってことですよ。いやいや、稀な人材ってことですよ。日本語ができて、英語ができて、日本語ができて、ちゃんとサイエンスも分かってて、で話してて安心できるからね、突如おかしなこと言い出したりしないっていう風な、そうなんです。はい、ではまあそんな感じで本題に行きましょうか。なんか鉄パチよ。はい、パチ一息飲んで。はい、前回の、はい、いろいろね、お米の意見もね、はい、ちょっとね、このお米の話をしました。これ逆向きに見えてるけど、後で見せる。逆に見えてる、これ北海道の米、これね、案の定ね、まあ後でここら辺にインサート入ると思うけど、案の定ね、主演のおじちゃんに見せたらね、なんか大爆笑してた。この「ペイハイタオラミーテイランタイトン」って言って、これペンレンだっていうふうに言いながらワッハッハって笑ってたから、はいはいはい、台湾の人だとこれを見てウケると、まあバカウケ、やや受けするというか楽しいのね、これね、はい、楽しいです。これ楽しいね。でやっぱこうキーワードはこれペイハイタオラ、北海道がポイントなの。そうですね。何なのその北海道好きはみんな。まあ、みんな好きですよ。日本人も普通に北海道好きですよね。いや好きだけど、一応ね、沖縄があり、北海道があり、九州があり、はい、東北もあったりとか、はい、関西とかもあって、でそれいくつかある中の北海道だけど、その台湾の人の北海道の立場がなんかすごい強いような気がする。強すぎる。だからこんなところにもさ。こんなところにもさ、俺は後でこれがでかく拡大して撮って見せるけど、これ北海道、あ、北海道、これ北海道でしょ。で北海道輸入でしょ。ほっぺん入ったおちんこ練乳ですね。練乳でしょ。練乳化しちゃってる時点で、それは北海道から入れる意味があるんだろうかっていうのはまあわからないんだけど、やっぱここに北海道って書いてると、うわ欲しい、食べたいってなるの。そうですね。なんか北海道で牛乳とか野菜とかいろいろなんか恵まれた大地いたみたいのイメージがあって、はい、こういうなんか北海道牛乳練乳乳製品見たら、はいはい、まあ、北海道で買えたら、はい、絶対試してみたいの気持ちになるんですね。でもう大体もうパターン見えてるんですけどね、はい、ここに北海道ってこう北海道って来た後下見たらイランタイトーンって来て、あ、でもこれはただ音を取るだけ、うん、音取る、本当に北海道じゃお示してないと思います、はい、これね、これ面白い、これ一番面白い、前回のお米の中で一番音が面白い、音だけを取ります。面白かったですね、これ見てるとこう毎回おやってなるの。へえ、北海道輸入の練乳なんだって。これ後ろ多分これ製造場所っていうのこれね見ていただいたら、はい、まあ後で拡大して多分この辺かどっかにピロって見えてるってけど、製造場所がこれ台湾でしょ。でここの会社の名前がさ、そう、わからないです、ね、これでわからない、これ薩摩って言ってさ、はい、昔
昔サーモンって昔の鹿児島ですよね。これだから北海道輸入が鹿児島安城なんとかなんとか会社って書いてある。これは何をしたいんだっていうね。この会社は日本が大好き、日本大好き、日本大好きだから、とりあえずマーケティング的には北海道って打っとくと。でも会社の名前は薩摩アジアのアーでね、でしょう、なんとかなんとかこうしって書いてる、台湾なんとかって書いてるから、なんでこれ新かも、新兵にあったりとかして、このね地名、こういうパッケージに出てくる地名の情報量が多すぎて、はいはい、一体どこで作ったもんなんだか、どこの原料なんだか、どこで作ったもんなんだか、誰向けのもんなんだか、よくわからないあの作品というかよくわからない台湾プロダクトが多くて、これ なんだろうか、そこの情報を台湾の人たちはどう処理してどう理解してるんだろうか、みんな。これがね、毎回でもやっぱり重要なのは産地ですよね。産地だけ見ればもうどこで作られたのを分かっていて、まあ、北海道と北海道でいるのは原料のことですから、はい、まあ、この前もスーパーですごくこういう混乱しているパッケージを見ました、はいはい、イタリア あのスパゲッティ、はい、トマトソースを買えないですけど、はい、あれパッケージは日本語で書いていて、イタリア製のトマトソースと日本語を書いていて、本当に産地はイタリアで確かですけど、あの会社は台湾の会社で、台湾の会社で日本語と書いていて、イタリア製の商品です。で、ね、でしょ？これがね、混乱すぎて買っちゃった。だからこれもさ、パッとここにさ、謎の今日、まあもう規制に備えて、この後ろにいろんなもの並んでますけど、規制に備えて、お土産を買ってるね、あれしてる中で、お土産とかうちでご飯作るのもあれだから、あのこういうふうにまあ置いてあるんだけども、まあ、いくつか順次見ていきましょうって思うんだけど、その中でもこのね、20、30によくわからない、そのイタリア製なのに日本語で書いてる謎商品と同じように、このね、このこちらあのこちらカレーですけど、あのね、もうこれ見て、アーモンドカレーしようって、これ見たらみんなときめくの、台湾の人は。何それって感じ。これ日本のブランド、カレーのブランドですか。これハウスバーモンドカレーっていうのが、はい、これ二重に来るんだけどね、はいはいはい、ハウス、うん、バーモンドカレー、あ、日本のハウスっていうハウス食品が、はいはいはい、バーモンドカレー、バーモンドカレー、何それ、バーモンド州だ。で、何なのそれ、バーモンド州にそんなカレーはあったのかっていうと、多分アメリカの、バーモンド州にそんなカレーがあったのかっていうと、多分アメリカの人は一切知らない。はい、で、なんかよくわかんない。健康法で蜂蜜とリンゴを一緒に食べると体にいいみたいなのが、ここから始まったんじゃないだろうかみたいなので、バーモンドカレーってなってるけれども、はいはい、日本人でもなんでこのカレーがバーモンドカレーって呼ばれているかもわからない。わからないのね。私もわからないでしょ。でもバーモンドって言ったら日本の地名じゃないよねと。そうですね。日本の地名じゃないんですよ。バーモンドは日本じゃありませんが、これを、で、しかもレトルトのカレーでね、すごくレトルトだったりとか、紙箱の中に入ってるやつとか、あとなんかルーとかで作られたやつで、あの、すごい本場インって、これがね、本場インドカレー仕様とか、そういうんだったら、ああ、インドから直輸入、インド直輸入スパイス仕様とかだったらわかるけど、これバーモンドカレー仕様って言われてて、これを見て、どこがときめくんだろう、錦バーモンドカレー。いや、でもこういうのは、あの、日本のナポリタンみたいな感じですよね。日本のナポリタン。日本人が外国料理を、うん、作った、はい、謎に作ったそうで、そっかで50年も歴史があるんだよね。そうですね。これ日本でも有名ですよね。日本のリンゴと蜂蜜なんとか入ってるバーモンドカレーだよっていう、はい、これうちでもお母さん買ってカレーを作りますからな、疑問はないのね。あれも意識、私の意識、あの、日本料理として意識されてる。もう
あのカタカナと全然関係ない。関係ない。バーモント。日本料理。バーモントカレーっていうのはそういうもんだってナポリタンみたいな。日本人に取り上げてあの日本料理になりました。カツナポリタンもナポリタンバーモントカレーも中華料理。中華料理。もう日本料理。冷やし中華とかね。はい、冷やし中華とか台湾にそういう味ないんですが、もう日本料理の一種類と意識しています。あの頭の中に出来上がった謎日本レシピだ、謎の外国のやつを日本人が勝手に解釈したってやつだよね。その台湾の人がお刺身食べる時みたいな感じだよね。あの最近もうお刺身置いてるコーナーにあの薄口醤油が置いてあったの、多分あれってお刺身に普通使わないんだよね。多分たまり醤油って濃いめのやつを使うんだけど、薄口醤油が珍しかったんだろうね、台湾の人。なんかスシローにも薄口、ね、薄口と、あ、濃い口と薄口っていうの分けてあるのかな。まあまあ、はい、その食べるものによって薄口がいいっていうのもまああるんだろうけど、多分あれね、薄口の方が、あの莫大にさしわさびを溶かす台湾の台湾風刺身の食べ方には合うんだろうなと思って。台湾人食べるときは醤油の中でわさびを入れて混ざるんですよね。1対1だよね。日本で醤油のお皿の中にちょっと表面積だけ見たら10分の1がそのわさびだけども、台湾の人ガンってそれわさびとお醤油1対1とかそんな割合じゃないですかってとろみが出るぐらいにこう混ぜて、はいはいはい、ベターって、あれはだからそんなことは絶対日本の人はやらないけども、あの日本で、まあ、でそれを海外からのお客さんにね教えてる、フランスから来たお客さんにこれは日本料理でね、君たち教えてあげるよ、これね日本人はこんな風にしてわさびを入れて、いやいやいやそんなにわさび入れないからか、もうなんかあそこにでもう準備する側も日本だとこんなちょこっと持ってるだけなのに、うん、もうこんななんかスプーンで、あのアイスクリーム用スプーンでザッてすくうぐらいの量をポンって置いてあるから、わさびが抹茶アイスクリームみたい、抹茶アイスクリームみたい、そう抹茶アイスクリームみたいにモニョンって作って、で何のためらいもなくモニョンぐわーって混ぜてるって、あれみたいな感じだよ多分ね。その日本料理を台湾の人が独自に解釈した日本の刺身はこれっていうのは、あの薄口醤油に、はい、あのがっつりわさびを入れて食べると。いや、まあそれもそれで美味しい、それで美味しい、いやそういう食べ方もあるんだなっていうね、そういう食べ方もあるんだなっていう話ですよ。でそうそうでね、こういう感じでこの